パリオリンピックの興奮冷めやらぬスポーツの秋、9月。暑さも少し和らいできたら、ちょっと体を動かしたくなってきますよね。9月28、29日の2日間、岐阜メディアコスモスみんなの広場カオカオで、スポーツの秋にぴったりなイベントが開催されます。皆さんはアクションスポーツって聞いたことがありますか？パリオリンピックでも日本人選手が大活躍した種目も多いんだとか。9月28、29日の2日間にわたって、そのアクションスポーツをテーマにしたイベントが行われるということで、ちょっと行ってみたいと思います。アクションスポーツ。パリオリンピックで注目を浴びたスポーツクライミングやブレイキンなど、速さや高さ、華麗さなどの要素を持った離れ技を売りとするスポーツを総称してそう呼んでいます。そんなアクションスポーツに気軽に触れてもらおうと、9月28、29日にみんなの森岐阜メディアコスモスみんなの広場カオカオで開催される岐阜アクションスポーツフェスティバル2024、今回のイベントの見どころをお聞きしてきました。岐阜アクションスポーツフェスティバル2024の担当をしております、岐阜市市民スポーツ課の安藤と申します。西村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。安藤さん、はい、その T シャツって？こちらはイベントのスタッフ用 T シャツになるんですけれども、はい、当日も一般の方向けに少しデザインは変わりますけれども、販売をしますので、はい、ぜひご購入いただけたらと思います。すごくかっこいいですよね。 ありがとうございます。アクションスポーツなんですが、速さとか華麗さを競うということで、なかなか初心者には難しいじゃないかなと感じたんですが。いえいえ、アクションスポーツは子どもからシニアの方まで幅広い世代の方、また初心者の方も楽しめるスポーツなんです。そうなんですか。はい、アクションスポーツフェスティバルは昨年に引き続き2回目の開催となります。今年もパルクールアスリートの皆さんによるパフォーマンス披露や複数のアクションスポーツの体験会を企画しております。見るだけじゃなく体験もできるということですか？はい、パルクール、パルオニ、トランポリン、ボルダリング、ストリートダンスの体験ができます。今日は特別に岐阜メディアコスモス前にてパルクールアスリートのパフォーマンスを見せていただけるように手配しましたので、はい、ぜひ行ってみてください。わかりました、早速行ってみます。はい、こんにちは、岐阜アクションスポーツフェスティバル実行委員会、出会い美穂と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと雨が降ってきたので中に入ってきたんですけれども、ね、はい、アクションスポーツのイベントということで、はい、アクションスポーツについてもう少し詳しく教えてもらえますか？はい、そうですね、ライフスタイルの中に溶け込むようなイメージといえば少し分かっていただきやすいかと思います。例えばパルクール、サーフィンもそうですし、あとはまあ BMX なんかもございますが、はい、趣味の一環で都市どこでも街の中でもできるよっていうようなスポーツをアクションスポーツと言います。今後ろでやってるのは、これはパルクールになります。すごいですね。はい、パリ五輪で有名なフランス発祥のトレーニングの一環のスポーツです。走る、横に移動する、駆け上がる、着地する、基本動作、生活の中であるような基本動作をかっこよく見せているのがパルクールです。確かにかっこいいですもんね。よかったら一度体験してみませんか？私ですか？ぜひ西村さん、やってみてほしいです。私もできますから。いやいやいや、本当に私運動には自信がなくて、はい、そんな私でもやれますか？大丈夫です。実はシニアパルクールという言葉もあるぐらいに、今は本当にお子様からもう年齢関係なく皆さんやっていただいてます。パルクール教室も全国にどん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 広がっておりますので、ぜひぜひ体験してみてほしいです。ちょっと不安ですけど頑張ってやってみます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずここに台があります、はい、この台を使うんですけど、ちょっと触る前に、なんか乗る前に
チェックが必要、はい、本当にパルクールに使っていいのか、乗れるかどうか、はい、チェックが大事で今チェックします、はい、チェック体重をかけてみたりとか、あとはこう触り心地、あ、はい、うん、滑らないかなって、で片足乗せてみて、はい、足の裏との相性はどうかな。なるほど、うん、両手をついた状態でジャンプできるかな、はい、この感じいいです、いいです、それでいいです、いいですか、正解です。そこもそっと降りる、ワンポイントアドバイスがあるとしたら、はい、うん、ここ両足ついちゃうんですけど、この順番をバラしてほしい。バラす、足をトントンとバラしてあげると次の動きにさっとつながる、はい、なるほど、ナイスナイス、キック上手めちゃくちゃ上手です、なんかすごい達成感ありますね。素晴らしいです、楽しい。パルクールをレクチャーしていただきました、パルクールトレーサーのまさしさんです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まさしさん、トレーサーって何ですか？トレーサーっていうのは、はい、もう大きく言うとパルクールをする人、パルクールをしてる人、みんなトレーサーって言います。じゃあちょっとトレーサーって言葉使ったら、あ、知ってるなって感じ。めちゃめちゃそうなりますねそうなんですね、この人知ってるなっていうのはめっちゃなりますこのパルクールなんですけれども、どうして始めようと思ったんですか？始めたきっかけは友達に誘われて、うん、パルクールって聞いたことはあるけど何か分かってない状態で友達と一緒に公園に行きました、はい、はい、で、塀があって、それを、友達と動画を見ながら、はい、パルクールの動画を見ながら真似して超えた時に、あ、パルクールめっちゃ楽しいってなって、そこからずっとやってます。パルクールやってて一番楽しい時ってどういう時ですか？考える時ですね。確かにこう障害物を超えた時もすごい達成感があって楽しいと思うんですけど、うん、はい、どうやって超えようかなって考えてる時が一番楽しい。そうなんですか。そうです。これからパルクールを始めたいと思っている方と体験したいと思っている方にぜひメッセージをお願いします。はい、パルクール結構やってみると、まあ、正直なんてことないです。本当に誰でもできる、誰でもできます、うん、でその中に、自分で目標を立ててこうやっていけばいいんで、あんまりこう誰かにやれって言われたりとか、これをやらなきゃいけないっていうのがない分すごい気楽にできると思うんで、なんかもうそんなに考えずにとりあえずやりたい人はみんなやればいいと思います。私もちょっと最初は難しいかなと思ってたんですけど、やってみたらすごく楽しかったです。よかったです、たくさんの方に体験してもらいたいですね。はい、ぜひお願いします。西村さん、はい、パルクールで楽しい体験をしていただきたくて、はい、お手伝いいただけますか、はい、ぜひやってみましょう。あー、くー、すごいでしょ。これを、はい、当日リフアクションスポーツフェスティバルではこういう風にここに座れるかもしれませんので、ぜひ遊びに来てください。これはまた違った角度から楽しめますね。そうなんです、楽しいです。本当に出会いさん、今回のイベントではこういった体験会がいくつも企画されているということですけれども、はい、パルクール以外にどんなものがあるんですか？はい、先ほどご覧いただきましたパルクールを鬼ごっこと組み合わせたパル鬼というパルクール鬼ごっこという体験会ございます、はい、そしてボルダリングの体験会とトランポリンの体験会、またパリ五輪でもすごく話題になったブレイキンを含むストリートダンス、こちらの方はデモンストレーション、本当に第一線で活躍するダンサーが来てここでデモンストレーションを見せてくれて、その後そのままミニワークショップも開催いたします。それぞれの種目について詳しく教えていただけますか？ではパルクール、おさらいになりますけれども、これはトレーニング文化から生まれた、走って移動して駆け上がって駆け上って着地して、この基本動作をトレーニングとしてかっこよく見せながら生かすパルクールという競技。
そしてそのパルクールを使って鬼ごっこをしてもらうパル鬼がありますね、はい、またトランポリンに関しては皆さんもね小さい頃やったことあるかと思いますけれども、まあ、体のご不自由なハンデのある方もトランポリンの上に乗っていただいて空中感覚を養っていただく、まあ、パリ五輪ではこれも有名になりましたクライミングですよね、はい、人工壁にホールドという岩を模した掴むところをつけたものをよじ登る、うん、これボルダリングと言いますけれどもボルダリングもございます。体験会は誰でも参加できるんですか？誰でも参加していただけます。ただ一つ受付の方でリストバンドを巻いていただく受付の準備はいただきますけれども受付に並んでさえいただければ、うん、小さなお子様からシニアの方ハンデのある方までどなたでも並んでいただけば体験いただけます。そして何回も何回も並べば、うん、体験エリアを自由にどの順番で回っていただいても構いません。体験会の他にはどんなイベントがあるんですか？これ目玉になるんですけれども、はい、こちらパルクール選手による国内最高峰のエキシビジョンマッチもう数年来続いていていろいろな場所で開催されているんですけれどもパルクールで国内外の試合に出てる選手たちが一堂にここに会して試合形式で行うパルクールプレミアカップというものがございます、はい、その他にはパル鬼のエキシビジョンマッチもご準備しておりましてこちらは例えばトランポリンのパフォーマー対パルクールアスリートの対決が見れる一種格闘技な鬼ごっこパルクールエキシビジョン鬼ごっこというのをやりますのでそれもすごく見どころです。出会いさんが感じるアクションスポーツの魅力はどんなところでしょうか？アクションスポーツは、まあ、少し危険とか危ないとかそういうイメージがあると思うんですけれどもそうではなくてあくまでもライフスタイルの中でトレーニングのように誰でもできる簡単に始められるというところが一番の魅力だと思います。最後に来場者の皆さんにメッセージをお願いします。皆さん岐阜アクションスポーツフェスティバル2024今年は9月28、29日ですがこの今ご覧いただいている場所が一日スポーツの遊園地のような雰囲気で本当に楽しい笑って感動して世界で活躍する選手たちを間近に見ることができてお話しすることもできてなんなら無料で指導も受けられるという本当に楽しい2日間になりますのでぜひお越しいただきたいです。アクションスポーツは少しね難しいんじゃないか危ないんじゃないかっていうイメージがあると思いますけれども専門家による安全な指導があれば、はい、誰でも楽しく安全に怪我をすることなく楽しんでいただけるということを分かっていただける2日間になると思います。ぜひ見て楽しんで体験してこちらの方に足を運んでいただいていろんな思い出持って帰っていただきたいと思います。走って登って飛んで速さや高さ華麗に見せる技を使って体いっぱいに表現するアクションスポーツそんなアクションスポーツを身近に感じることができる岐阜アクションスポーツフェスティバル2024皆さんもぜひ会場でアクションスポーツを体験してみてください。それでは最後に今月の岐阜スタギャラリーです。